さあ今度はウニが後から乱入といったので先行きのがやっぱキャラ決まっちゃってるんで、はい、それに対してウニが小伝承をかぶせていくという感じですね。先ほどエルクだったんですよ ね、 そうですね。エルクには闇しぐれで、超伝授には霞なんですけど、まあ、相手が闇だったから立ち前で有利を取れる超伝授。超伝授すごい読み合いですね。さあ投げて、投げてブラック。これ伊吹川かなり厳しそうですけど、苦だったら全然あるんですよね。そうですね。さあ、これで水上ができなくなると伊吹の強い行動を止めれるようになるんで、あれ俺ブロッキングやったのかよくわかんないですけど、でも超伝説数が今読み切るじゃないですか、あれを前段ブロッキングすることはそこまで難しいことではない。そうですね、連打のタイミングで一応段数が変わるんですけど、伊吹は新流拳みたいな感じで、伊吹は金賞感が3フレなんで着地してから歩いて反撃で間に合うんですよ。へえ。さあ中盤取って膝、今度は膝攻める番、中足スネークハンドしっかりガード、闇しぐれが今5番出してましたね。そうですね、なんか超電子だとあの状況の闇に反撃がなくなるんですよ、ガードして。ああそれでそういうことです。そうなんですけど、やっぱりそれを食らったとしても立ち回りで有利が取れるから、相手が闇だったら超電子の方が。そうですね、やはり霞はこのカードなさそうですね。そうですね、あ超電子だったら一応霞は後引かいで返せるんですよ、超電子を。おおそれで霞、うわブロって止まれ、なるほど超電子気合いの楽しんだ